はいどうも、今回ですねあの、どっちの勉強時間がはかどるっていうところでアンケート取りたいなと思ってるんですけども、よくあの朝弁の方がですね、あの頭がスッキリして、えー、知識が頭に入るとか、集中しやすいなんて言われてますけど、どうですか朝勉強してる人ってどれぐらいいるんですかね 朝弁しますっていう人はぜひコメントをいただければと思います。まあ、普通の人だと夕方なんですかね。もし夕方に塾に通ってるっていう人が多いんではないでしょうか。6時から8時みたいな。まあ、あの、受験が近づいてくるとなぜか知らないですけど、夜になってきますよね。夜にあのラジオを聴きながら勉強するみたいな。 皆さん、どのタイプになりますか朝勉強するのか夕方勉強するのか夜勉強するのかあんま昼に勉強するって人はあんま聞いたことないんですけど、そういった時間帯についてですね、ぜひアンケート取りたいと思いますので、ぜひコメントのほどよろしくお願いいたします。ではまた。